こんにちは、黒田和義です。本日もご視聴ありがとうございます。今回は、質問が来たのでドラムの関係のねやつなので、ドラムセットを生のドラムセットを叩きながらいろいろ質問にお答えしました。内容としてはマッチドグリップの握り方ですね。それとドラムの初心者が、ドラムソロやるときに気をつけることっていうこととですね、あと綺麗なシンバルの鳴らし方、発音の仕方っていうこととですね、あとはですね自宅練習でいろいろ工夫して、毎日練習したいからこういうの買ったらどうだろう、こういうの買ったらどうだろうっていうお話にお答えしたんですが、僕その中ですねドラム講師になったらっていう話をしてるんですね。でヤマハの、資格試験を受けて僕はヤマハのレッスンしてたんです。そうすると、まあ、特約店のドラムの部屋がですねもうお昼からだいたい空いてるので使い放題放題で練習させてくれたので、もう練習して生徒は2人か3人とかだったりとかするんですけど、もうずっと練習するために、レッスンをやってたりとかしました。でその中でですねヤマハの、試験を受けた時に僕とんでもないことやってるんですよ。こんな恥ずかしいことないっていうようなしょうもない事件があったんですが、そのお話もしますのでよければ最後まで見てください。それでは本編の方を楽しみください。エンジンサーからの質問です。いつも楽しく学ばせていただき、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。今更なのですがマッチとグリップとフィンガーコントロール詳しく教えてください。以前の視点の視点力点はよくわかりました。そうですね、大概皆さんこうやってこうやって握っちゃってる人が多いんで、もっと根元握ってこういうふうにで、具体的にグリップの握り方を詳しく知りたいです。マッチドグリップってやつですね。両方こっち同じように握るやつはですね、基本的には、左右対称になる方が良くて、親指が上に向いてる、これまあフレンチスタイルってよく言ったりしますけど、これも全然ありですよね。でこれもやっぱり基本はここを自然にこっちで動かすんで、こういう風に。で、ここがこういう角度がどんどん変わっていって、一番大きいのはこう、真横ぐらいの人がいますね。でもまあ、普通は、まあ、要は中間ですね。中間が一番いいんじゃないかなということで、僕もこれぐらいですね。ジャズとかポップスの場合は、こういう、ビートを刻むものに関しては親指を上に向ける人が多いです。なので、こっちは、親指上向いてるけど、こっちは手の甲が上に向いてるってパターンも多いです。なぜかというと、音の硬さがね、こう、体重乗せるもんがなくなっちゃうんで、こっちしかないので、親指のところでキュッて両方で体重乗せれるんで、音が硬くなりやすいんですね。なので、マッチドの右手の上は、右手はフレンチスタイルで叩く人は多いです。バディリッチもそうですけど、レガートこうしてるけど、スニアの時はこうなってますね。なので、スニアで両方で叩く時は、必ず左右対称にしてあるって感じ。で、これの角度は結構自由ですね。でもまあ、これぐらいの角度がいいんじゃないかなと僕は思うんですけど。という形ですね。なので、マッチドグリップのフィンガーコントロールですね。で、フィンガーコントロールに関しては、本当にバディリッチとかは多分ここしか使わないって言われますよね。だけど、僕は結構全部使います。で、場合によってエルヴィン・ジョーンズが使ってるって、これデス・ワッツさんに教えてもらったんですけど、こっち側を支点にしてこうやって動かす。そうすると視点が長くなるから音が重たくなったりとか、あと、東原力也さんなんかは、こっち持ちですけど、もう限りなく根元を持ってるんで、根元を持つと効率的ではなくなります。効率的ではなくなるけど、重い音が出ます。なので、重い音を、重いですよね、あの人の音って。それがすごくいい感じで重いじゃないですか。なので、重い音出したかったら、まあ、ここを遠く持てばいいかなって感じです。だから、まず最初は効率よく練習して、で、もう当たり前にできるようになったら、今度効率悪いけど、遠く持つとかっていうのもありかなっていうふうですね。アラン・ドーソンさんは僕の、まあ、先生の先生に当たるんですが、まあ、アラン・ドーソンさんは曲によっては真ん中ぐらい持っちゃうみたいな、ね。その方が音軽くなるし、もうタッチが良くなるみたいな感じ。その、タッチに合わせて長さを変えたりとかするので、一番バランスポイントで効率がいいのは3分の1です。ここが物理的に一番よく跳ね返ってくるので、ここで体で覚えてから微調節しながらその欲しい音を探していくっていうのはありかなとは思います。なので、マッチドグリップでもいろいろあるんで、本当に、この左右変えちゃう人も本当にいると思うんで、マッチドグリップでやっていただく場合は、そうですね、フィンガーコントロールはもう分離して、1本だけで練習、2本だけで練習、3本だけで練習、4本全部使って練習っていうのは分けてもいいかなとは僕は思います。これは結構音圧の練習でもこう使うんで、これ全然手首入れるっていうのもありかなとは思います。なので、まあここに関してはですね、まあちょっと
YouTube だけではやっぱ伝わりづらいので、まあここら辺は誰かに聞くか、まあ、僕の個人レッスンを取っていただくといいかなとは思うんですけど、まあ、こんな感じで練習していただければいいのかなと思います。だから、マッチ度に関しては、まあ、そうですね、僕の知ってるところはこの辺かもしれないですけど、もっといろいろあるかもしれないです。はい。また頑張って練習してみてください。勝野さん、はい、ご質問ありました。ジャズドラム初心者がソロを叩くときのコツや注意点を知りたいですということですね。まあ、4バースとか8バースになることが多いと思うんですけど、一番困るのは拍が分かんなくなることなんですね。で、うまくってまたいで分かんなくなるってことも、もちろんあるんですけど、最初の頃はみんな本当リズムめちゃくちゃになっちゃうんですよ。なので、まあ、コツというよりかは、基本は僕はハイハットを2、4踏んだ方がいいと思ってるんですよ。ハイハットさえ踏んでたら今ぐらいの数でも全然いけるし、全然いいんじゃないかなって感じはしますね。で、あともう一つは表拍にフレーズを止めちゃう。もう跳ねたり3年使ってフレーズが表で終わるとなんか途切れちゃうんで、足は必ず裏です。なので、ハットキープしながら足を入れる。そうすると、ウォーミングアップ、ジャズドラムソロのウォーミングアップっていう動画上げてあるんですけど、はい、足の感覚はハイハットの手前、1、2、3、4、ハイハットの後、両方、この3つしかないんですよ、パターンはね。で、方位の質問なんかでよく言われる、このね、足、手足バラバラする練習で言われるんですけど、足って必ず足に釣られるんで、いろいろやってても3つはいけるんですけど、こっちが入るととか、こいつだとキープできるけど、こいつが入ると、右足が入るとダメってなるときは、必ず右足と左足の関係を考えましょう。それ考えてからできるとすぐできるから、必ずね。だから、足の関係を調べて練習する。で、まあ、単純でもいいんで、ハイハットを叩きながら足をこの裏拍に踏めるっていうのが、だからさっき言った両方っていうのは難しいんで、どっちか、ハイハットの手前だけとか後ろだけとかっていうフレーズ、どっちかだけがまず覚えてですね。で、ハイハット踏みながらバスドラは裏拍に踏むっていうこと。バスドラを表に踏んじゃうと、まあリズムになっちゃうんですよね。リズムはドッタドッタと、逆がいいんですよ。っていう、まあ気をつければいいなと思うのはそこら辺ぐらいですかね。だからあんまり難しいことしなくていいんで、ハイハットキープしながらできることをちょっとずつ増やしていくっていうのが大事なんじゃないかなとは思います。はい、エルフアミさんからの質問です。プロの演奏を聴いていて、まあ、綺麗なクラッシュが入ると感動しますってね、クラッシュシンバルね。そんな綺麗な音を目指していますが、左右あるクラッシュの叩き方で迷っています。スティックのどの部分でシンバルをどのあたり、どんな角度で強さはどのくらいで叩くのがいいでしょうか。まあ、いろいろですけど、ただ僕がイメージしているシンバルの叩き方っていうのは、要は、跳躍力なので、このシンバルが、こう、当たった後にどう飛ぶかっていう感覚なんですよ。なので、クラッシュする時っていうのは基本ここのショルダーを使うと思うんですけど、でシンバルだけだとそのっていうのが飛んだ感じっていうのがすごく細い線になるので、バスドラで、同じように角度をつけてあげるって感じなんです。だから、前にも説明したことがあるんですけど、バスドラっていうのはノーミュートにしてるのはこの角度を出すため、上に上がろうと下に落ちろうと、上に上がろうと下に落ちろうと、バスドラとシンバル両方そうですけど、下に落ちる音、上げる音っていうのは全部使い分けられると僕は思っているので、それはスティックの動きでぶつけてる感じですね。要は下に落としちゃう音と、
上に上げる音で音色が変わります。なのでこれは聞き取れるので、こういうふうに練習していただければいい。なのでどの場面でどれを使うかですね、下に落ちる音と上に上がる音、これ間違えると、まあ、かなり違うので、要は上に上げたい音だったらちゃんとこう叩いた後のベクトルを考えるし、クラッシュ落としたいんだったら叩き落としていいと思うんだけど、終わりでしょうって感じと、終わりなんだけどまた続くみたいな、どっちも意味する時もあるしね。だからイメージ的には叩いた後のスティックの動きが大事なのであって、場所とタイミング角度ではないかなと思うんです。角度自体もだから変えると飛ぶ方向変わるので、そこら辺も要はイメージですね。その叩いた後にこのスティックのこう動き、実際ここで固定してるから違うんだけど、スティックはどういう風に飛んでってほしいかなって考えて叩くと、なんだイメージ通りの音が出るようになるのかな。それに合わせて、そのイメージと合わせてバスドラも同じように踏めるとより強調できるのかなっていう感じでは考えています。ということでございました。ありがとうございます。はい、小井さんからの質問です。ドラムの実践的練習法がたくさんある、兄貴のブログや YouTube いつも参考させてもらってます。ありがとうございます。現在毎日、うちでの電子ドラムと練習パッド、まあ電子ドラムですね、電子ドラムと練習パッドでの練習をしているということね、こういう練習パッドで練習しているということですね。1,2 週ごとにスタジオで、本物を叩く練習をしていますが、どうしても限界があります。特に音の強弱、まあ確かにね、アクセントね、音色はどうしても本物でないと感覚がつかめさません。確かにあります。スタジオの練習回数はそれほど増やせないので、毎日短時間であっても、継続して練習がしたく方法を手探りで探しています。なるほどね。でそこでスネアは1台買ってミュートして叩くこと、ハイハット、ライドは消音用の穴の開いてる、例えば、ジルジャンの、L80 のローボリュームの、ローボリューシンバルセット、LV468 を使ってみることを考えています。なるほどなるほど、僕も叩いたことありますね。で1、率直なところこのアプローチはいかがなものでしょうか。あ、いいと思いますよ。基本的には、あ、僕本当プロになるまでは練習パッドばっかりで練習してて、週2回2時間スタジオ借りてました。でそれでもうもう組み合わせは全部これで練習しといて、これと手やこの組み合わせで練習しといて、ドラムセットに座ってもう2時間もうまっしぐらで練習する。それを全部生のドラムセットの跳ね返りでできるかどうかをひたすらメトロノーム鳴らして練習する。もう2時間怒涛のごとく休憩一切なしでずっと練習してるってことをやりましたね。あ、それはありだと思います。でそれで生でやりたいというのはすごくよくわかるんですね。で僕はやっぱりもうそのもっともっと生で練習したいからっていうので、まあヤマハのドラムの先生の資格を取って、そうすると早めにもう昼間からね、暇だったから昼間から行って、もうお弁当持ってですね、もう午前中昼間から行って、もう楽器店にずっと空いてる間ずっと部屋使わせてもらってずっと練習してましたね。なのでそういうまあ、ドラムの先生になって、たくさん触ってたいっていうので僕はそっちを選びましたが、まあお仕事されてるんだったらなかなかそれも、まあ土日をそれで、から土日はお休みだったら土日をもうドラムの先生で過ごして、でもとにかくレッスンする以外にもずっと叩いてる、レッスンしてる間も一緒に叩くための工夫をするみたいなのも一つの方法かなと思います。ヤマハの試験についてのね、アホな話っていうのがありましてですね、私地元に帰ってきてですね、最初にもうヤマハの先生になろうと思って、で試験を受けに行ったんですよね。まあ1年目は落ちたんですけど、その時はもう本当準備不足で、2年目はもうかなり難しい。スティングのセブンデイズを、持ってってですね、叩いてですね、5拍子にめちゃ練習して頑張って練習して叩いた覚えがあるんですが、でまあ実技試験しっかり受かりまして、で実技試験受かったんだけど、その後に面接があるってことなんで、で僕はてっきりその僕の師匠筋のお二人の先生の前で喋るだけだと思ってたんで、絶対笑わしたろうと思って、で原付で行ってたんでヘルメットをかぶってですね、あ、ダースベイダーをやろうと思って、なんかこれぐらい長い棒を探してきて、でこうパー言いながら失礼しますとか言って入ったら、ヤマハの社長さんって結構いっぱいいてめちゃくちゃ怒られたんですよ。正座させられてですね、なんで君はヘルメットをかぶってきたんだねって言われて、いや笑わせようと思ってたら、そんな場じゃないだろって言って怒られてですね、こんなアホなことやってた先生でもいつの間にか音大の先生になってるんだなっていうのは感慨深く思っております。しょうもないお話でございました。
で、まあ、ご自宅でやる場合はスネアは種類がありすぎてチューニング方法もわからない、とりあえず中古で一つ売っておすすめ品はありますかってことですね。まあ何でもいいかなとは思うんですけど、ただ一個いいものを持っておくとずっと使えるんで、僕はやっぱりあのこのカノープスのこの、M60 ですね。これ M60 と M70 両方あるんですけど、5半と6半を持っています。なので、これも仕出して叩いていいかなんですが、チューニングでものすごく変わるので、ただこの、やっぱりこのカノープスのこれは本当にチューニングいろいろやってても、とにかく邪魔しないなっていうのは、とにかく、めちゃくちゃ立ち上がりもいいし、本当にね、邪魔する音がほぼほぼ出てこないので、グレッチのモデルをこう再現してるけど、それよりもなんかこうポップスとかファンクとかそういったものにも使えるぐらいのなんかこうやっぱポテンシャル持ってるんで、まあ、結構しますけどね。だからミュートして使うんだとあれだけど、なんかライブの時に持っていくっていう使い方もあるんだと、一個いいものを持っててもいいんですけど、練習だけでもずっと練習ここにパッと貼ってるんだったら、まあ何でもいいかなとは思います。なので中古で一発適当に買ってきたらいいんじゃないかなとは思います。で、ローボリュームシンバルはね、明らかに音色が普通のシンバルと異なりますが、それでも感覚をつかむ練習になりますか。やっぱりね、アコースティックなんで、やっぱりゴムとか叩くよりは全然いいと思います。ローボリュームのやつね。で、やっぱ跳ね返りはかなり似てるので、めちゃつかめるとかなとは僕は思いますね。なので、その練習方法はありかなとは思います。で、やっぱりこう、脳の引き出しなんで、毎日使うものって脳が手前に持ってくるんで、感覚がつかみやすいので、まあ、このアプローチはかなりいいとは思いますよ。なので、まあ、週に1回2時間やるよりは、毎日5分の方が僕はいいと思ってるんで、毎日5分叩いて、週1、2時間は、こう、がっつり練習するとかね。それも、だから、1、2時間と言わず、もっともっと練習したいんだったら、まあ、なんか、自分で生徒さん募集して、で僕はね、生徒さんっていうのはこう上手い人だけが教えるよりはやっぱりこうピラミッド形式になって、こう上手い人はこの辺の人習って、こっちはもうこの人に習っての方がいいと思うんですよ。で、そのもちろんそのなんかちゃんと分かってないと変な回り道しちゃうっていうのもあるんですけど、10知ってる人が9知ってる人に教えるっていうのはもうありと思ってて、もう教えるって決めた時点でこの人は勉強するから12になり、この人はもう 3の差が開くわけだから、だからどんどんその差がどんどん開いていって上手くなると僕は思ってるんですね。お金取るって決めたからには練習するだろうしみたいなところですね。だからレッスンとかをやるっていうのも一つの手、人に教えるっていうのはアウトプットがまとめないとアウトプットできないんで、アウトプットが一番インプットになるんで、だから先生やるっていうのはめちゃくちゃ僕はおすすめだとは思っております。なので、そういったところですね。もしなんか先生になるところのポイントとかもあったらご相談も乗れるので、また連絡いただければと思います。メルマガね、取っていただければ連絡していただけると思いますんで、連絡して、質問してみてください。ありがとうございました。はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガをね取っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。